マヌエル栄キリスト教会の津田聡樹と申します。今日は11月4日、今年はオリンピックに沸いた年でした。日本のメダル獲得数が今までで一番多いということで、いろいろ勝利に沸いたり勇気が与えられたりする人がいて、銀座のパレードにはメダリストたちを見るために80万人の人が集まったと聞いています。ものすごい数ですね。そして、次のオリンピックは2020年東京日本で行われるということで、大きな期待を持つことができる反面、その裏でその準備が揉めて乱れて大変もつれているということのニュースを私たちは毎日のように見てまいりました。表面にある華やかさや、あるいは平和の象徴と言われていますが、実は繁栄の象徴でもあったりして、その裏で、あるいは欲や権力が絡み合って、平和の象徴の陰で妬みや策略やしがらみというものを、見せられて、少し複雑な思いもいたします。本当の喜び、本当の平和ってどこにあるんだろうかなと。今日のテーマは豊かな穀物に勝る大きな喜びと平安ということです。詩編の4編一緒に味わってみましょう。詩編4編1節から8節。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。人の子たちよ、いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかしのものを慕い求めるのか。セラ。知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき、主は聞いてくださる。恐れをののけ、そして罪を犯すな。床の上で自分の心に語り、沈まれ。セラ。義の生贄を捧げ、主により頼め。多くの者は言っています。誰か我々に良い目を見せてくれないものか。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。あなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しい葡萄酒が豊かにある時にも勝っています。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。詩編の一編を読んだときに、この詩編には大きなテーマが一貫して流れている、二つの道ということがあるんだということを、読みました。ここにも、この四編にも顕著に二つの道が出てまいります。一つは物質的な豊かさ、俗に言う良い目を見るということを求める。そしてそのことのためには神様なんかどうだっていい、あるいは儲けさせてくれるんだったら偽りの神でもまやかしの神でも何でもいい、この世で儲けたいんだ、楽をしたいんだということを求める道。もう一つは、もちろんそれらは目に見える豊かさや物やそういうものはあってもいいんだけれども、しかし欠けてはならないものがある。神様を第一に求める、神様との関係がどうあるかということを一番に大切にして、そしてこの世の良い目であるとか物質的なものは第二第三以下のものだということを言う道、この二つが出てまいります。三節を見ると、知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき主は聞いてくださると書いてありますが、これは決して神様のエコひいきを言っているのではありません。すべての人が、すべての民がこの幸いな民、ご自分の聖徒、
主の生徒となるようにという招きを受けているのです。その招きを受けて神の生徒として生きるのか、あるいはそれを無視して生きるのかは私たちに任されているのであって、ですから神様がエコひいきをしているのではなく、私たちがどっちの道を行くか、幸いな道、特別に神様に扱っていただける生徒の道を選ぶのか、あるいはそれを拒絶して生きるのかという2つの道を選ばなければならないというのです。6節を見ると、このお方主なる神様が喜びと平安の要、本当の祝福の要だというふうに言っています。良い目を見せてくれないか、誰か我々に良い目を見せてくれないか、あるいは穀物や新しいブドウ酒をまず第一に求める人がいますけれど、しかしその反面、誰か我々にというのではなく、主よと焦点を絞って、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。世の良い目よりも神様の御顔の光が大切なんだ。また穀物や新しいブドウ酒に勝る、それらが豊かにある時よりも勝る心の喜びというものは神様の中にあるんだと信じている人、2種類あるのだというのです。先に見た詩編の3編は朝の詩と言われるのに比して、この4編は夕べの詩、夕べの歌と言われることがございます。3編は私は身を横たえて眠る主が私を支えてくださるからと、目を覚ます時の喜び、安眠から目を覚ます時の喜びが歌われていますが、4編を見ると4節では、恐れをののけ、そして罪を犯すな、床の上で自分の心に語り沈まれと書いてあります。また8節、平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。たくさんのものを持っていると、またふっと与えられたものを持っていると、それを失われないだろうか、盗まれないだろうかということで、夜のうちに平安がなくなってしまったという人があります。マクベスの話を見ると、平安な王の命を寝ている間に奪ったことのゆえに、マクベスが自分の平安な眠りを失ってしまったという話が出てまいります。アメリカでは高額の宝くじを得た人の7割以上が5年以内に全てを失ってしまい、またそれを得る以前よりも惨めな暮らしになってしまっているというふうに言われます。目に見えるところのそういう平安は人生の本当の平安をもたらしません。目に見えるところの物質は永遠に至る喜びをもたらすことはできません。平安な眠りを日に日に与えられるのは、心に本当の喜び、本当の平和、神様との平和を持っている人だけが持っているものだと詩編が語っています。正直申し上げて、この CGN テレビの収録の前の夜は、私は普段以上にドキドキします。明日ちゃんとできるんだろうか、間に合うんだろうか、そういったことがあります。しかし、主に委ね、少しでも神様のお役に立てるならばと、こんなものを使ってくださる神様に感謝して床につきます。伝道会議の時にある方々、何人かの方々、あ、いつも収録出ておられる先生ですねって言って挨拶してくださるんですが、こっちは全然分かりません。あ、けれども読んでいてくださり、一緒に御言葉を学んでいてくださるんだなということは安心したのですが、次からの、例えば今日のこの日には、少し緊張感が、その人の顔を思い起こすと緊張感があります。しかし神様に従っているというその喜びは、平安な眠りを私に与えてくれます。日々夜、自分の心に語って、そして反省するところがあったら反省します。そしてでも、それら一切を追ってくださる十字架を仰いで、日々平安に休めるということは、なんという幸せでしょう。
教会はもちろん感謝と喜びに満ちているところですが、しかし正直に問題、課題、人生のいろんな嫌なことの倉庫のようなものです。いろんな抱えている、喜びの時に来られる人よりも大変ですって言って駆け込んで来られる人や電話をかける人の方が多いです。しかしそのような倉庫のところですけれども、恵みと感謝の宝庫です。神様の解決、そしてこれを乗り越えることができました、あるいはその問題と課題の中で神様と共に戦っていますという信仰の証の宝庫です。戦いがなくして勝利はありません。神様と共にいる者には必ず勝利があります。一言お祈りしましょう。天の神様、地上の戦いは私たちにとって決して楽な平坦な道ではありません。しばしば問題に押し流されそうになりますけれども、決して押し流されることのない神様ご自身にしっかりと手を握っていただいて歩む地上の戦いは、むしろ勝利から勝利、永遠を確信した、永遠の平安を確信した喜びと平安の日々であります。どうぞ神様、あなたと共にそのような日々を一歩一歩力強く歩む私たちであらせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。